はい。お忙しいところ恐れ入ります。私ですね、寝具の販売をしておりますものなんですけれども、どうですお客さん、最近ぐっすり眠れてますか？ウーバーイーツですか？いえ、あのですね、あの私寝具を販売しに行きましてですね、あのお客様にぴったりの寝具をね、ご紹介させていただきたいなと思いまして。ウーバーイーツですか？いえ、あのウーバーイーツではなくてですね、あの寝具をね、お客様がぐっすり眠れるような寝具をですね。ウーバーイーツですか？いや、ですね、寝具をですね、お客様ぐっすり眠れてます？最近。ウーバーイーツですか？寝具をちょっと販売したいなと思いまして。ウーバーイーツですか？ちょっと食べ物は売ってないですね。寝具だけなんです、うちは。寝具どうです、お客様。ウーバーイーツですか？いえ。ですから、寝具をね。ウーバーイーツですか？寝具をね、売りたいんですよ。ウーバーイーツですか？ウーバーイーツです。頼んでないです。はい。お忙しいところ失礼いたします。あのですね、お客様、突然ですが、ソーラーパネルの設置にご興味などおありではないですか？ソーラーパネルですか？はい。もしよろしければ、我が社が開発したソーラーパネルについてご説明させていただきたいんですけれども、いかがでしょう？はい。そんな自社の商品を売りたいあなたに、今回おすすめの商品がございます。それがですね、すいません。こちらの、リアルゴールド、飲みかけのリアルゴールドなんです。お客様、こちら何がすごいかと言いますとですね、飲みかけだから開けるのが簡単なんですね。もう一回開けてるから、もう無駄な力を使わずに簡単に開けれちゃうんですね。だからですね、生魚を触って手がヌルヌルする、そんな時でも私のソーラーパネル開けれちゃうんです。例えばですね、次のプレゼン僕の番だ、緊張する、あてに汗かいてきちゃった、飲み物飲みたいな、開けれるんですね。それでですね、まだあるんです、こちらの商品のいいところは。まだなんですよ、お客様。なんとですね、こちらの商品、ビタミン C、ローヤルゼリー、DCAA 配合しております。どんな効力があるかは分かりませんが、何かしらの効果を発揮してくれることでしょう。この3つの要素、やっぱり本質が分からなくてもですね、やっぱ魅力って感じるんですよね。やっぱその何を考えているかわからない女性に魅力を感じるみたいなところとちょっと似通ってる部分はありますよね。すいません。なんでこの3つの要素ね、ぜひ押さえておいてほしいところでございます。でもまだあるんです、こちらの商品のいいところは。まだあるんですよ、お客さん。大丈夫ですか？見てください、この黄色と赤を基調としたこのハツラツとしたパッケージ、これ目を引くでしょう。これね、赤と黄色のパッケージっていうのはね、大体美味しいんですよ。なんでも木工用ボンドとかもそうなんですけどね、黄色と赤のパッケージはね、もう外れがないんですね。大体美味しい。木工用ボンドもそうなんですけどね、黄色と赤のパッケージはね、大体美味しいんですよね。木工用ボンドもそうなんですけどね。はい。なんでね、この黄色と赤のパッケージ、ぜひね、これにね、魅力を感じていただければね、嬉しいですけども、私としては。なのでね、こちらのリアルゴールド、非常におすすめです。あ、お客さん、ちょっと惹かれてますね。はいはい、わかります。お値段ですよね。そう来ると思ってましたよ。なんとですね、こちらのリアルゴールド、この魅力たっぷりのリアルゴールド、飲み差しのリアルゴールド、なんと本来はですね、280万円相当の代物なんですけれども、今回直接足を運んでくださったお客様限定、お客様だけにです。お客様のためだけに、今回は特別に、こちらのリアルゴールド、飲み差しの、281万円で、お売りしたいと思います。いかがですか？買いますか？買いませんか？買います。ありがとうございます！リアルゴールド飲み差しのお買い上げでーす！はい。突然すみません。私ですね、愚民の会という団体のものなんですけれども、突然ですが、あなたは神様とか信じられますか？神様ですか？ああ、信じます。
この間伊勢神宮行ってきたんで。あ、そうですか。そんなあなたにですね、愚民の会をね、おすすめしたいんですけれども、神様のご加護によってより豊かな人生をね、送れるというものなんですけども、どうですか？いやー、すごいですよね。伊勢神宮って国民の大御親神として崇敬を集める天照大神をお祭りする内宮と、衣食住をはじめ産業の守り神である豊受の大神をお祭りする下宮をはじめ、14の別宮、43の拙者、24の末社、42の所管者があって、これら125の宮社すべて含めて神宮らしいんですよね。いやー、壮大ですよね。でかいですよね。この壮大さに加えて、あの荘厳なビジュアル、いやー、たまらんですよね。そしてなんといっても周りの自然との調和、いやー、これがまた神秘的っていうか、なんか心を浄化されるっていうか、いやー、感動的でしたよね。いやー、もう一回行きたいなー。いや、伊勢神宮の話じゃない、あの、すいません、愚民の会。いや、次はどこに行ったらいいと思います？日光東照宮とかどうですか？いいですね。早速行ってきます。あ、パッキングがあるんでこの辺で失礼します。あ、はい、行ってらっしゃい。はい、炭素壁さん、今日こそお金返してもらいますよ。え、ワンピースの95巻ですか？え、返してませんでしたっけ？あ？何の話してんだ？いやー、ワンピースの95巻は確か返したと思うんですけど。あ？ワンピース？いや、金返せっつってんだよ、こっちはよ。いや、96巻はまだ借りてるんですけど。おい、96巻はまだ借りてます。ワンピースじゃねえんだよ。95巻は確か返したと思うんですけどね。金返してほしいんだよ、こっちはよ。いや、95巻は絶対返しましたって。おい、いや、96巻はまだ借りてます。96巻はもうちょっと貸してほしいですね。金返してくれよ、金。すいません。ワンピースはいいんだよ。おい、ちなみになんですけど、あの、私の本棚から44巻がちょっと抜けてたんですけど、借りられてます？ごめん、借りちゃった。急に読みたくなっちゃって。ちょっと44巻読みたいんで返してもらっていいですかね？ねえ、あと1週間だけ貸してくれない？ごめんごめん、ちょっとまだ読み終わってなくてさ。あと1週間だけ。もうお願い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 。あと1週間だけ、お願い。もう、わかりました。いいですよ。うわぁ、ありがとう。ありがとうね、ほんと。いや、もう読み終わったらすぐ返すから。ごめんね、ありがとうね。ごめんごめんごめん。ありがとうありがとうありがとう。はい。あ、すいません。トイレ貸してもらうことってできないですか？あ、ポストに入れといてください。